いやいや、まあ、取材してたのはってあれですよ。いや、とりあえず上がりかかってありがとう、もう大丈夫だ。あ、ありがとう。あ、やっぱり地元勢でその勢いづけたいっていうのがみんなに、うん、あったでしょうから。いっぱいもいっぱいいるし。しっかり上がれたんでよかったです。結構冷静でした、その中段に収まって。あ、そうですね。ちょっと水戸さん一回行ったけど。ああ。きつかさん、ロスとかさんが出たから。あ、そうですね。横のところで変わんなくて、きつかさんが結構出たんですよ。ちょっと番手まくりになってたからですね。ああ合わせられちゃいました。出した。まだその S 級戻って1走目ですけど、どうですかその A 級半年から。やっぱみんな強い気がします。ちょっとまだ感覚的に。その水戸さんたちのそのいい。出した。うん。いい2着だった。川口さんも呼んでしょ。そうですね。で東京でもみんな。おかげでな。勢いついた。そうですね。危なかった。だ柴田の審議はセーフでよかったです。はい。オルマさんも上がったりしてよかった。よかった。あした。オルマさん5着。確かに。流れつかんで。まあちょっと昨年が二次予選までだったからなんで、しっかり準決も上がれるよ。うん。いや、やれると思います。お疲れ様。